では次の方、前へお願いします。現代政策学部1年、関根豊さん。紹介する本は、細田守著、狼子供の雨と雪。関根さん、準備はいいですか？では、スタート。こんにちは。こんにちは。現代政策学部1年の関根です。よろしくお願いします。今日、自分が紹介するのは、この狼子供の雨と雪という話なんですけど、皆さんちょっと手を挙げてもらいたいんですけど、この作品の映画でもこの小説でも見たことある人は手を挙げてほしいんですけど、お願いします。結構多いですね。自分もこの本を買ったきっかけは映画を見てからなんですけど、自分が読書感想文をやりたいときにこの映画を見て、この本で読書感想文を書きたいなと思って買ったのがきっかけです。映画を見たので、自分は本嫌いなんですけど、この小説は映画を見てたので、すらすら読めて、映画とは違う気持ち、感動するところも味わえたので、買ってよかったなと思いました。次に質問したいんですけど、この中で子育てをしている大学生がいたら、手を挙げてもらいたいんですけど、お願いします。いないですよね。実はこの主人公の花って言うんですけど、この女の人は大学生なんですよ。自分たちのためとかその辺なんですよ。この花という人がなぜ2人の子供を産んだかというと、大学の時にある男の人と恋をして、その男の人が実は人間の姿をした狼で、それでも花はその狼の男を好きになって子供を作る、子供を産んだっていう最初のエピソードなんですけど、正直子育てしている人に子育ては大変ですかと聞いて楽ですという答えをする人はいないと思うんですけど、この花という人は狼と人間の子供の狼と人間の子供なので、狼子供、2人は狼子供なんですよ。なので普通の人間よりも子育てするのは大変で、例えば狼子供なので夜は夜泣きじゃなくて遠吠えをやったり、虫とか鳥を見つけると狼の姿になって追いかけてしまったりと、普通の子供ではありえないようなことも起こってしまうので、子育てはすごい大変だったと思います。この花は花の夫の狼は実は途中で死んでしまうんですけど、花はそれでもこの2人を育てると決めて大学、田舎に住むことを決めます。その理由は狼なので、途中で狼の姿になったりしたら他の人に迷惑がかかってしまうと思って、人がいない田舎に住むことを決めたからです。最初は人と会わないようにする目的で田舎に行ったんですけど、田舎の人たちと仲良くなって、やがては人がいない家だったのに人が集まる家になります。やがてこの狼子供の2人は小学生になり、狼か人間になる、どっちかの決意をしなくちゃいけないんですが、この姉のユキは人間になることを決めて中学に進学することを決めますが、このアメという弟は小学校の時は不登校で、森に行って森の主の狐と生活することが多くなって狼になることを決めます。でもお母さんはまだ中学生なので、そんな独り立ちさせることはできないと、反対をしますが、この雨も人間の生活には慣れなかったので狼になることを決めて森に行ってしまいます。そのところの場面はちょっと自分ちょっと説明しできないほど感動するところなので、ぜひ見てもらいたいです。
自分たちがこれから体験する子育てとかをこの本を知って すごい大変だったと思うし、親も自分を育てる上ですごい大変なことをした大変な思いをしたんだなと思いました。本が苦手な方でも本が好きな方でも楽しめる内容となっているので、見てもらいたいです。映画も面白いので、映画でも小説でもぜひ見てもらいたいです。2分間のディスカッションタイムです。手を挙げ座ったままでいいので大きな声で質問をお願いします。小説はその映画の原作なので全部多分一緒ですね。なので映画を見てもう一回見たいなという人はでも本を見て楽しむこともできます。以上です。他にいらっしゃいますか。映画見た後本買ってみてで買ってよかったとおっしゃっていたんですが、その映画と違う本の魅力っていうのはそれはどんなところでしたか。はい、映画だと絵なので、例えばここ途中から移動する田舎の風景とかも映画だったら見てわかるんですけど、小説だとそれは文字になっていて、文字でも表現ちゃんとできてて、映画を知らない人でもこういう風景だなっていうのを小説でも味わえます。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。関根さん、ありがとうございました。